今日の道内は各地で気温が上がり、内陸で真夏日となっています。道内は高気圧に覆われ、強い日差しが降り注いでいます。午前11時までの最高気温は、上川の上富良野町で 30.9 度、富良野とオホーツクの遠軽町生田原で 30.6 度など、厳しい暑さになっています。暑いです。なんか暑さに気をつけることとかってありますか？水分取るのと、扇風機とか、アイスリングとか。今日この後の気温は、札幌、旭川、北見、帯広などで32度まで上がる見込みです。屋内でもこまめに水分を取り、熱中症に注意してください。